でオンラインでできるゲームを行いたいと思います。題して、福田選手を救えポコンドンラインバトル。福田選手、口開いてますね。はい、はい、なんていうの、これはなんかね、タイトルが福田選手を救えなんですよ。俺救われるんですか。はい、福田選手の名誉挽回のためにするゲームです。え、何のために言ってました。名誉挽回。名誉挽回、あ、なんかやりましたんですか。あのですね、あの YouTube で、あの現在配信されているガンバファミリーのね、ガンバの今というのね、うん、サポーターの皆さんご覧になったと思うんですけど、ここで矢島選手のマルチエピソードの中で、英語で古今東西を選手間でやったときに、福田選手がウサギを英語でキャットと言ってしまったと。それでアテミューソン選手が大爆笑したという、そういったね、マルチエピソードがあったので、今回その失敗のリベンジの場面で、古今東西で福田選手を挽回してもらおうということです。そういうことですね。頑張ってください。頑張ります。はい。なので、あのこれ、あの武井さんにも参加してもらいます。あ、僕も参加すると。はい、わ、はい、かりました。武井さんが負けた時のみ、武井さんには罰ゲームがあります。あ、はい、わかりました。なので3選手頑張ってください。特に3選手、はい、OK ですか。はい、はい、順番がまず武井選手、あ、武井さん、はい、次が福田選手、武井さんの次が福田選手、はい、福田選手の次が三浦選手、はい、三浦選手の次が渡辺選手です。 OK ですか。で、また武井さんに戻ります。はい、古今東西のやり方大丈夫ですよね。言ってパンパンで次行くんですよね。あの古今東西の入れやりましょうね。はい、え、お題は今から発表されることですか。今から発表します、僕が。はい、はい、はい、任せてください。いいですか、はい、皆さんご準備いいですか。はい、やってくださいよ。たけちゃんから始まる、イエーイ。古今東西、イエーイでしょ。古今東西、イエーイ。いくよ。英語で、英語で色、色変、色です。いくよ。レッド、ブルー、イエロー、グリーン、ブラック、レインボー。レインボー、ダメでしょ、それは。絶対ダメ。レインボーは違くないですか。ちょもう絶対だよ。全部入ってるやつやから、それダメ。レッドもグリーンもイエローもオレンジも全部入ってんねん。なんでそのそれ取ったら全部使われ。いや違うんですよ、ブラックって言おうと思ったら取られたんで。だから、そういうゲームやからね。もう、とっさにレインボー出ちゃった。いや、やばいよ、それは。ダメよ、とっさのレインボー。レインボーはダメよ。5個目よ、まだ。5個目でレインボーはあかんやろ。切れてます、結構。おもろいな、それはおもろいわ。面白いです。じゃあもう1回戦目は福田選手は負けということで。あ、マジっすか。いや、もうそれは負けよ。あれ、今負けよ。じゃあ、え、虹、え、ダメっすか。ダメですよね。ダメでしょ、それは。レインボー色ってあんまりないですもんね。なんかちょっと、それはあかんよ。続いてのお題いきましょうか。じゃあ、同じように武井さんからいきます。はい。はい、いきます。古今東西ゲーム、イエーイ。英語で果物の名前、果物の名前、はい、アップル、レモン、オレンジ、グレープ、ピーチ、キウイ、バナナ、マンゴー、パイナップル、ずるい。レインボーでしょ、そこは。レインボーそのずるいってそういうゲームなんだよ、福田君。レインボー困ったらレインボーいうゲームだから。本当よ。福田選手
パイナップルで待ってた。パイナップルで待ってたの。パイナップルもう言おうと思いました。ダメよ、1個で待っちゃダメよ。2個ぐらい持たなきゃ。もうな出てこなかったですね。しかも英語感ないフルーツばっか言うのダメよ。え、キウイってまず英語？キウイ英語なの？なんかそこら辺は難しいですね。難しい。正解がね。あと何がある？あと、ケンちゃん何がある？あと。グリーンアップル。グリーンアップル。あと、俺何考えてたかな？もう一個ぐらい。あ、グレープフルーツね。あ、俺あとペア考えて、ペア。ペアってなし？なしだっけ？ペアなし？ウォーターメロン。キウイある。ウォーターメロン。おー、メロン、メロンって英語なんや。キウイ自体はあるらしい。OK らしい。お、よかったよかったよかった。セーフです。いや、でも違うね。アウトやねん。でも負けよ。違う、セーフちゃうねん。アウトやねん。パイナップルの後出なかった時点でセーフだ。セーフじゃん、アウトやねん。ちょっと福田選手、ピンチじゃないですか。せっかくの名誉挽回の場で。いや、多分今からですね。今からです。だいぶ温まってきました。やっ、 やっと分かってきたもんね。ルールが分かりました。今ルールが分かりました。はい。じゃあ、武井さんお願いします。はい。じゃあ、3つ目いかせていただきます。はい。はい、古今東西ゲーム。イエーイ。はい。スポーツの種類。日本語でいいです。日本語で OK です。日本語でも何でも OK。スポーツの種類。いくよ。サッカー。野球。ラグビー。バスケットボール。バレーボール。柔道、テニス、わ、柔道、柔道言ったよ。柔道言った。柔道かぶりはなかなかダメよ。せんの柔道でかぶしちゃう。剣道は。剣道。剣道。言い直さないでくださいよ。行くの？卓球。続いてる。ちょっと待って、続いてろ。大丈夫ですか？アイスホッケー。アメフト、ラクロス、おお、ホッケー、ホッケー、ソフトボール、クリケット、クリケントン、クリキントンみたいなこと言ってないよ。クリキントンみたいに言うなよ。クリキントンみたいなこと言ってないよ。君よりそんな食べ物の名前言わないから。あ、おもろいな、今のクリーン。はいはい。スモー、はい、もういや、続いてる。カズマさん、続いてんねんな。はい。ボクシング。合気道。総合格闘技。陸上？言った？多分言ってない。言ってない。ボルダリング。マラソン。水泳、うわぁ、サーフィン、水球、うわぁ、言おうとした。俺ですか、次。嘘だよ。自分ですか、うん、レインボー、8人制ラグビー。あ、そんなのありんの？これは、8人制ラグビーって人数やん。ラグビーはもう出てるから。あ、7、8人制ダメっすか。8人制とかあるのないやろ。7人制でしょ。8人制ってないでしょ。あ、そうなんですか。そもそも想像を間違えてるっていうね。いや、でもたくさん出ましたね。どうしましょう。もう一問ぐらいいけますか。最後のに行きましょうか。さ、一番最後に予定してたのを行きましょう。オカル、はい、じゃあ行きますよ、皆さん。はいはい、古今東西ゲーム、イエーイ。最後のお題、え、ガ、カタカナのガ、ガンバ大阪のガ、ガンバの大阪、ガで始まる言葉、何でも OK。がから始まれば何でも OK。学校とかね。ああ、なるほど、なるほど。でももう今学校言ったから学校はなしね。はい。はい、行きまーす。
せーの、パンパン。ガンバ大阪。ガラス。おー、ガム。これ最初だけ？うん。負けじゃない、これもう負けじゃないかな。いや、カズマはしょうがない、カズマはしょうがない。しょうがないんだ、しょうがないんだ。うん、カズマはしょうがない。え？ガーで始まるやつ？ガーで始まるやつ、ガーで始まるやつ。大丈夫よ、カズマ。大丈夫、大丈夫。繋いでおくから。ダメ、これはダメじゃないですか。うん、カズマ、ガから始まるやつ。繋いでおく、繋いでおく。うん、ガム、あ、ガム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 。ガム言った、言った。俺が言ったし。で、ガムっていうのは言ってたみたいだから、次、違うガーのやつ。カズマさん、これダメよ。ポンコツ出ちゃってよ、カズマさん。大丈夫、大丈夫。ミラ君、ミラ君、ミラ君。大丈夫だね。確かに、確かに。ガから、なんだ、なんだ。ガから。あ、ガムテープ、ガムテープって言ったのかな。あ、ガムテープ、ガムテープ。あ、ガムテープ、ガムテープね。ガムテープですわ。ガムテープ、はい。ガンダム。ガ。ガス、あ、蝶々の。蝶々のね。はい。ガリ、あの、寿司のガリ。あ、ガンモドキ。おお。ガチョウ。ガリガリ君。うん、ついてるやん。いや、いいね、関係ない。しりとりじゃないから。しりとりちゃうね。ミックスして持てるから負けさせようってくる。しりとりちゃうね。ガリガリ君。うん。ガッツ石松。あ、違う、今フリーズしてんのよ、カズマ。今あ、音声、音声もね、音声が、画面が止まってるからカズマ、しょうがない。しょうがない、しょうがない。電波障害、電波障害からカズマさん、しょうがないわ、それは。学級員。あ、学級委員長。学級委員とか言った。学級委員で、学級委員、学級委員。学生。あんの、まだガリガリガリクソン。まあでも、だってガリ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 が増えたね。ガリガリガリクソン。はい。ガーター。おお。ガムテープ。2度目、2度目じゃない、大丈夫か。2度目。うん、言った。ガムテープってカズマ、あの、最初言ったのはあの茶色の方のガムテープで、次言ったのは白い方のガムテープ。ああ、色違いの方ね。そういうことね。色違いか、しょうがない、しょうがない。オッケー、楽器。画面。強いな。ガマゴーリ。ああ、地元でしょうね。画鋲。おお。我慢大会。ちょっと待って、その大会名ついちゃったらいいのかな。ガマガエル。ガムテープ競争。おお。何これ。ガムテープ競争って何。学級委員長。もうダメでしょ。もうおかしい。もう学級委員長さっき言ってなかった、そもそも。あ、オッケーオッケー、そういうことね。学級委員ってことね。はいはい。学級崩壊。学級閉鎖。学級委員長に立候補。どうするの、まだやるんですか。もう今のは源太くんがあかんと思うわ。嘘やん。うん、他のもあったのに、みんなの流れ組んでこれ言ったの。源太の負けです。うん、はい、ということで、ちょっと悪ふざけが過ぎたな、ちょっと今。すみました。でも、あの、到達するとやっぱり。まあでも、総括すると本当に基本的に福田君はやっぱひどいですけどね、やっぱりね。なんか、うん、確かに渡辺選手がうん、ついたとかって言いたくなりますよね、なんか。最初のレインボーでやられましたからね。ちょっともう、結局福田君の大会みたいな感じでしたね。名誉挽回はならずということで。はい、ということで、以上、古今東西バトルでした。ありがとうございました。はい、さあ、あっという間でですね、そろそろ時間と
なってしまいました。はい、はい、最後になりますが、リーグで再開を待ちわびるファン、サポーターに向けて、メッセージをお願いしたいと思います。まずは、福田選手からお願いします。今年は、しっかりとタイトルが取れるように、選手、サポーターが一丸となって、タイトルを取れるように頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ、三浦選手お願いします。はい、ゆうやが言ったように今こういった状況なかなかリーグも、今まで通りにはいかないですけど、うん、優勝もちろんがかかってる試合で J リーグはそのまま続きますし、タイトル目指して、頑張りたいですし、早くサポーターの皆さんがスタジアムに来れるように、コロナが早く収まって、くれたらなと思ってます。うん、そうですね。はい、じゃあ渡辺選手お願いします。今年は日程がもうタイトになるので、うん、もうチーム全員で戦ってタイトル取れるように頑張っていきたいと思います。そうですね、もう初タイトルを取った3人ですから、うん、再開されてもね、タイトルに向けて頑張ってくれると思います。うん、武井さんも過密ねって見てね、はい、これから続いていきますけど、そうですね、本当に過密日程になると思うので、コンディションのところ気をつけてほしいっていうところと、多分今までだと多分自分の調子が悪かった時とかって多分みんな真面目だからすごい自主トレとかすると思うんですけど、やっぱ過密になってくるときはやっぱそういうところはスパッと気持ちを切り替えて、休むところとやるところのメリハリだけつけて、本当に怪我なくいいシーズンを過ごしてほしいなと思いますし、あとはもう本当にもう見てくださってる皆さんも、ここにいるみんなも、もう初めての無観客のダービーだと思うんで、逆にもうこうなっちゃった以上はもうそれを楽しんで、もう無観客のダービーって味わえないから、逆にで、また次のダービーの時はもう絶対ここにいる皆さんが満員にしてくださると思うので、無観客のダービー絶対勝ってください。楽しみにしてます。はい、そんな大阪ダービーダブルマッチということでですね、7月4日というのは少し翌日5日にはデンプレインの、ね、大阪ダービーが行われるわけなんですが、皆さんのリモートでの、ね、観戦になるんですが、このスタジアムの後を作り出すキャンペーンがあります。やりたい、はい、ね、こちらなんですけども出てますよね。はい、ガンバ大阪現在チームのために後を作ろうスタジアムの選手応援選手コイルを販売しています。購入していただくと大阪ダービーダブルマッチでバックスタンドのコロエリアにですね、青色のコレオとして展開されるということなんです。販売は、今日夜10時までの22時までで、価格が税込み1200円ということで、その使ったパネルはですね、試合後にご自宅宛に発送されるようになっています。でさらに抽選で150名様には当日のスタメン選手の中から選手のサインの入った状態で送られてくるという特別キャンペーンになっていますので、ぜひ、熱いメッセージを送ってスタジアムの後に取り出してもらいたいと思います。ということなんですけども、うん、ね、すごいなかなかないキャンペーンだと思いますけども、うん、どうですか三浦選手、こういった応援メッセージ皆さんに届けてもらうというの。いや、すごいやっぱありがたいですね。応援、スタジアムに来てもらえないのは残念ですけど、うん、そうやってやってもらえるだけで僕らはやっぱすごい力になりますし、うん、まあ、チームもそういうふうな企画をやってくれてありがたいなとは思います。ね、福田選手、どんなメッセージが届いたら嬉しいですか。頑張れとか嬉しいです。レインボーや、そこはレインボーレインボー、そこ行かないと学びます。嬉しい。渡辺選手もこういったサポーターの皆さんからのメッセージも励みになりますよね。はい、めちゃくちゃ励みになります。うん、もしもし送ってほしいですね。うん、そうですよね。選手も目にしてくれると思います。コメントでもね、買いました、購入しましたようなんですね。すごい、コメントもたくさん来てます。すごいですね、いっぱいみんな買って、うん、くださってるんで、本当に逆にこういうのってないですよね。メッセージボードで応援するっていうのは。でもいいんじゃないですか。それが福田選手が見て、やっぱそれだけの人が福田選手を応援したいって思ってくれてるから、必ずレインボーなシュートを決めてくれると思いますよ。そうです、それに。さあ、とい
ということで、以上をもちまして、オンライントークショー終了ということになります。はい、ゲストにお越しいただきました福田選手、三浦選手、渡辺選手、そして最後までご覧いただきましたたくさんのファンクラブサポーターの皆さん、そして武井さん、どうもありがとうございました。ではまたスタジアムでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。選手の皆さん、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。